マドレーヌマドレーヌマドレーヌとは、フランス発祥の焼き菓子の一つである。無塩バター、バターと同量の小麦粉、卵、砂糖、ベーキングパウダー、好みにより、アーモンドパウダー、香料やブランデーを入れてよく混ぜ合わせオーブンで焼き上げる。あらかじめバターを塗って、粉を振った貝殻型の焼き型の上に生地を乗せて焼くことが多い。マドレーヌの発祥については1755年。 ロレーヌ公スタニスラスのために込める死の女性、マドレーヌ・ポルミエが作ったという説がある。これは、スタニスラスの館の料理長とパティシエが喧嘩して、館を出て行った時、召使いをしていたマドレーヌが、あり合わせの材料と厨房にあったホタテの貝殻を、使って祖母から教わった菓子を作った、という話である。一方、1661年に、数奇鏡。 ポール・ドグロンディが、お抱えの料理人、マドレーヌ・シモランに揚げ菓子の生地から、新しい菓子を作らせたという説、サンティアゴでコンポステーラへ向かう、巡礼のためにそのシンボルであるホタテ貝を片取って、マドレーヌという女性が作ったという説もあり、詳細は、はっきりしていない。いずれにしても、初めて作った女性の名にちなむ。また、日本の平たい菊のマドレーヌの由来は、昔、 パンドジェーヌというお菓子が日本に伝わった際、マドレーヌと混同され、その型がマドレーヌの型として使われたことによるとされている。マドレーヌの焼き型材料はパウンドケーキとほぼ同じで、主となる材料は薄力粉、卵、砂糖、バターがそれぞれほぼ同量で、それにベーキングパウダーを加える。レモンの皮と絞り汁を加えることもある。バターを除く材料を混ぜ、 最後に溶かしたバターを混ぜ入れ、生地を焼き型に入れて、オーブンで焼く。フィナンシェとの違いは、マドレーヌは全卵を使うのに対して、フィナンシェは卵白の実を使うところである。ありがとうございます。